よう、お前に大事なことを伝えに来た。あまりいい話じゃないがの。なんだってばよ、サスケのことか。いや、もっと悪い話だ。暁のことだ。お前は奴らの標的になっとる。奴らが次お前を狙ってくるのは3年先。それまでにお前は迎え撃つ準備をせにゃあならん。これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前に育てる。ちんたら修行してる暇なんてねえってばよ。すぐにでもサスケを追わねえとオロチマルに殺されちまう。うん、そのことなんだがの、ある意味お前らの任務は成功だったとも言える。どうやらオロチマルはサスケを待ちきれず転生したらしい。少なくとも3年以上の間を空けなければ次の体に転生はできない。本当か？3年？よかった。そんなら修行が終わった後でサスケを連れ戻しに行けるってばよ。サスケのことはもう忘れろ。奴は己から選んでいったんだ。そのために修行をつけてやるわけでもねえ。エロ仙人には何でもねえかもしれねえけど、俺にとってはあいつは友達なんだよ。サスケは絶対助ける。よし、退院したら覚悟しとけの、この大バカもんが。な、さくらちゃん、絶対にサスケを連れ戻すってばよ。